振りが非常にもう選手、まあ、今まで苦しんでいた時と比べるとちょっとこうシャープになっているような感じもするんですが、島内選手はどうなんですか。はい、島内はね、もともとそんなには悪くなかったんですよ、はい、ただ機会がねなかなか与えられなかったので、少ないチャンスでねそれをものにできなかったんですよね、はいはい、引っ張った今度はライトへ、ライトで追っている、糸井追っている、糸井がそのままランニングキャッチか、ファールグラウンドどうなんですか。取ってますね、取ってますね、はい、取ってます。ちょっとスタンドの影になって見えなかったんですけども、取ってます。2アウト、もともと悪くはなかったんですね、はい、それが、まあ、先発でね、状態何度も立てるようになって、まあ、結果が出るようになったんですよ、ね、うん、で今の状態は決して悪くはないです。なるほど、この糸井選手はグラブのこれ網んとこですね、これ、はい、どのプレーもですけどもね、まあ、今日は本当にいいプレーがたくさん出ますね。出ますね。